One, two, two, I feels like I'm don't be sitting, watch the sky turn and have a gray. Black and white, watching money lead it and astray. Falling in and out of light as the heavens spray. I'm we mix the with the lemonade. I'm trying to counteract them. Used to laugh when I said it made my belly ache every day, yo, it never changed. I'm スタジアムは素晴らしい、素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はサンティアゴ・ベルナベウです。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。この試合の結果次第では昇格を果たせるかもしれません。レアルマドリードがマンチェスターユナイテッドと戦います。チームにとって大事な試合になりましたね。この試合に引き分けさえすればシーズンの終了を待たずに昇格が確定します。今シーズンの好調ぶりには目を見張るものがありました。昇格はほぼ間違いないとは思いますが、万が一ということもあるのでここで決めてしまいたいでしょうね。おっとフリーです。クルトワが防いだもののプレーは続いています。かなりゴールに迫られましたが、これで危険は回避しました。ここはよくスペースが見えていました。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。ワンビサカ、ここでワンビサカ、フレッジ、カリム・ベンゼマに注目が集まりますね。今日はどんなプレーを期待されますか、福西さん。周囲を生かすプレーが持ち味なんですが、この人の得点も期待しましょう。レアル・マドリード、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。マーカス・ラッシュフォード、狙ってましたか。カットします。ベンゼマ、入れば1点リード。ここで相手にゴールを献上してしまいました。チームの昇格は次節へ持ち越しとなってしまうんでしょうか。昇格争いをここで終わらせたいならやるべきことは一つ、点を取り返すしかありません。焦らず落ち着いて対応すればまだチャンスはありますよ。ここでボールを取り返します。モドリッチへ、パスの先には味方が走っていました。モドリッチ、シュートを通さない。コーナーキックを蹴った。ここはデヘアが見事に止めました。ブルーノ・フェルナンデス、マーカス・ラッシュフォード、ここで取り返す。キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。ドドリゴ、レアル・マドリード、これはサイドを上がれそうです。ベンゼマへ、タックルで相手のチャンスを潰しました。ポグバのパスがカットされました。クリスティアーノ・ロナウド、さあクロスのチャンス。フレッジ、パスを2人で交換します。ゴールキックとなりました。
いいところでインターセプトしました。ボールを奪い返しました。さあここはクリスティアーノ・ロナウド、ボールはラッシュフォードへ、ポグバ、ブルーノ・フェルナンデスへ、ルーズボールです。ボールはどっちだ。素晴らしいパス、決定機になりかねないパスでしたがカットしました。ブルーノ・フェルナンデス。さあクリスティアーノ・ロナウドが切り込んでくる。ベンゼマへの高いパス、落ち着いています。マーカス・ラッシュフォード、ボールはブルーノ・フェルナンデスへ、フレッジ、ポグバ、ディフェンダーがうまく読んでいました。モドリッチ、レアル・マドリード、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。マンチェスターユナイテッド、パスをつなげない。ここでパスをカット、相手の攻撃を断ち切ります。ワンビサカ、ドリブルで相手ゴールに迫ります。あと PK だ。これを決めれば同点です。主審は PK を指示しましたがカードは出ないようです。そこまで危険なプレーではないという判定でしょうか。クリスティアーノ・ロナウドが助走に入る。止まった。クリスティアーノ・ロナウド PK 失敗。ショートコーナーで狙います。フレッジ。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリードでハーフタイムを迎え、後半のキックオフ、マンチェスターユナイテッドは現在ビハインドです。フレッジ、ブルーノ・フェルナンデスに渡った。クリスティアーノ・ロナウド切り込む。さあカウンターで一気に行きたい。カウンターアタックが終わっていません。カウンターの気を失い立て直します。クリスティアーノ・ロナウド、同点になるのか。決まった。昇格を手繰り寄せるゴールです。この勢いのまま最後まで行きたいですね。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。フィニッシュはクリスティアーノ・ロナウド。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。フェルナン・メンディ、さあフェルナン・メンディへ。この選手がベンゼマです。この選手がクロースです。クロースがボールをキープできません。ブルーノ・フェルナンデス、得点の予感がしていたんですが、ここは相手が一枚上手でした。この選手がクロースです。インターセプトしたのはカゼミーロ。コースを読んでいました。
レアルマドリーのチャンスになりそうです。クロス、相手ボールになりました。このパスはサンチョへ。ジェイドン・サンチョ、ボールはブルーノ・フェルナンデスへ。この選手がモドリッチです。この選手がベンゼマです。ボールはモドリッチへ。クロースへ。ここでベンゼマ、モドリッチへ。1点リードにできるか。あっと、相手にゴールを割られてしまいました。このままでは昇格は持ち越しとなります。ちょっと集中力を変えたように感じました。まだ日程が残っているとはいえ、ここで昇格を決めておいた方がすっきりしますよね。挽回するためにももう一度気を引き締めた方がいいでしょう。ルーク・ショー、ポール・ポグダ、フレッジ。マンチェスター・ユナイテッドがボールを失いました。ロドリゴ、レアル・マドリード、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ブルーノ・フェルナンデス、ポグバに渡った。味方にパスを出します。ラッシュオル、副審が旗を。を上げました。オフサイドです。監督が選手の交代を指示しました。調子が出ないようでしたね。よく休んで次の試合に集中すべきでしょう。ブルーノ・フェルナンデス、クリスティアーノ・ロナウドに渡った。マーカス・ラッシュフォード、クリスティアーノ・ロナウド、チャンスだったんですがシュートには至りません。ここでボールを失いました。相手陣内でインターセプトした。さあどうする。ひとまず危険なエリアからクリア。得点につながってもおかしくなかったですね。ポグバ、フレッジ、見事なタックルです。クロースのパスはカットされました。残り時間を考えるとチームは厳しい状況に追い込まれています。この試合で昇格を果たすためには同点に追いつかねばなりません。こういうのはなかなか思い通りにはいかないものですね。とにかくあと1点取ればいいんですから、最後のワンチャンスにかけてみるしかないでしょう。これはいいボールだ。ゴール、ここで決めた。やりましたね。あとはこのままうまく試合を運べば昇格です。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。試合は振り出しに戻りました。ボールを所持してユナイテッド攻撃に転じます。ファールです。フリーキックを与えてしまいました。ブルーノ・フェルナンデスだ。ポグバへ渡る。
入れば1点リード。ゴール、いいシュートが決まった。こうなると昇格はほぼ確実でしょうね。チームが追加点を挙げ、選手たちも嬉しさを爆発させています。見事なゴールでした。まだまだ試合は動きそうです。エル・ブランコは倒れたままなのか。マドリードの白い巨人が勝利を求めてキックオフを迎えます。アディショナルタイムが2分増やされましたね。残り時間はあとわずか。レアル・マドリードは同点に追いつけるか。ここはマンチェスターユナイテッドへのアドバンテージのようです。試合終了です。この結果チームはシーズンの終了を待たずして来シーズンの昇格が確定しました。目標を見失わずに取り組んできたことが実を結びましたね。選手たちも喜びを隠しきれない様子です。こうなるとしばらく祝賀会が続きそうですね。そうですね。とはいえまだ試合は残っているのでほどほどにしておいた方がいいと思いますが、